でくる。おお、ヘディングシュート、強烈、突き刺していきました。こちらも途中投入の山木翔がここから離れて、そして振りを作って、これは先ほどのオウムのコーナーキックの時のゴールもそうですし、このシーンもそうでした。ターゲットとしては絶対外しちゃいけない矢野貴章なんですよね。でここマッチアップしたのは酒井なんですが、